宇宙飛行士の日は人類初の軌道飛行を記念して主にロシアで毎年4月12日に祝われる祝日である。この記念日は1962年4月9日にソビエト連邦によって制定された。現在のロシアでは On the Days of Military Glory and the Commemorative d a y s in Russia 法のアーティクル1.1に基づいて行われている。宇宙飛行士の日は 1961年4月12日に27歳のソビエト人宇宙飛行士ユーリー・ガガーリンがボストーク1号に登場して1時間48分で地球を一周した史上初の有人宇宙飛行を記念したものである。これはまさにソビエト連邦の宇宙開発の大きな成功であり、世界中で大きな反響があった。ガガーリンはすぐに ソビエト連邦の国民的なヒーローだけではなく、世界的なヒーローになった。世界中の主要な新聞が彼の電気や飛行の詳細について掲載した。モスクワや、その他ソビエト連邦の大きな都市ではパレードが開催され、その規模は第二次世界大戦の戦勝記念パレードに次ぐほどであった。ガガーリンは、行為の役人の車列にエスコートされ、 モスクワの通りを通ってクレムリンに向かい、そこでは豪華なセレモニーが催され、彼はニキータフルシチョフからソビート連邦で最高の栄誉であるソ連邦栄誉の勲章を受けた。宇宙飛行士の日にはガガーリンの像があるモスクワ州コロリョフからセレモニーが出発し、人々は警察による警護のもとにガガーリンが葬られている。 赤の広場のクレムリンウォールネクロポリスを訪れ、さらに宇宙征服者のオベリスク近くの宇宙、飛行士通りを通って、ノボデビチ墓地まで続く。ありがとうございます。